ザンツ帝国の攻防第5回タッチマルよ。アナトリアを大体平定したところから再開や。トリポリ軍を回収の強制してからリリースして再属国化して独立欲求消したで、今はカステラにグラナダ戦に呼ばれとるな。ドゥルガディルからオスマンが復活しとる。オスマンを全土併合、ごっつぁんです。あ、エレトナ継承した。これは強いな。過剰拡大気にせずどんどん取ってドゥルノイアに投げるだけでええやん。モスクワと連結したいからチェルケシアに宣戦布告や。チェルケシアを全土併合、一君へのプロビジェノパに変換しちゃった。まあ後でダイオルダに通路作るからねえか。モロッコ君来ないみたいだしチュニス行くか。グラナダの戦争終わったからしぶしぶ参戦したモロッコ君かわいそう。チュニスと5プロビ割譲とドリポリに5プロビ返還と3プロビ割譲、16ダカット支払いで講和や。あ、ステップ取ったから5サック階級が湧いてる。なんで新しくできた階級に 7% も取られてんねん。直轄量減ってるやん。ノブゴロドができたのか残ってたのか覚えてないけど倒しておくか。お、トリポリ併合した。トリポリが中核化終わってないところはそのままなんか。ノブゴロドを全土併合。ノブゴロド併合したら正教会の国が減って擁護者が弱体化した。後で衛星国プロノイアとかで正教会増やした方がええかな。ミッションデマ星達成や。デマ星、デマ星は7世紀以来帝国の領土減少のために規模が縮小されたとはいえ今日まで存在し続けその役目を果たしています。東ローマ領の再征服が軌道に乗っていますから、デマの境界線を引き直し新たな環境に適応することが賢明でしょう。改革しよう。政府改革デマ制が解禁されます。恩恵は以下の通り、ステートの維持費マイナス 10.0%、 主要文化集の人的資源プラス 25.0%、 主要文化集の人的資源プラス 25.0%、 階級特権エウゲネイスの知見を強化し最大絶対主義の低下がなくなり、陸軍扶養限界補正がプラス 10.0% されるようになります。政府改革進捗度 100.00 獲得。デマ制の改革するとこの特権が強化されるのか。先にはめとこか。よく見たら古い特権全部剥がれてるわ。エンポロイに攻撃力とか造船時間とか搾取されてるのがあったからな。これもカットされてるけど、ジェノバ領のエーゲ海の島は同盟してたので好感度使って返還してもろたで。そろそろベネツィア行けるか。復讐するわ我にあり。1517年5月1日ベネツィアに再征服を自由に宣戦布告や。兵力はビザンツ67000、ベネツィア同盟が52000や。ベネツィアに封じ込めたな。これは受けそうやな。
ト要塞陥落や。オーストリアとフランスで戦争してて盛大に負けてるのかな。ベネツィア、首都ベネツィア陥落や。フランスのズントガを征服って普通に殴りかかられてるやん。ベネツィア湾の戦いにてベネツィア海軍撃破や。ボヘミア君が参戦してもいいって言うから頼むか。コンスタンティノープルの戦いにてマインツ軍13000撃破や。最終の強制と首都の収奪、戦争賠償金と45ダカット支払いで講和や。コンスタンティノープルに富を集積するのじゃ。総大司教の権威が増えないから王位の正当性は一旦外しとこう。ハギアソフィアとかで総大司教の権威の自然像が 1.0 以上になったらまたあめよう。あとはロードスとコルフが落ちるの町屋からカットしちゃうか。聖ヨハネ騎士団首都ロードス陥落や。聖ヨハネ騎士団を全土併合。コルフとロードス囲んでたらベネツィア落とされてたので再陥落や。大
第二次ヴェネツィア湾の戦いにてヴェネツィア海軍撃破や、ショート726でカット支払いで講話や、キリがいいので今回はここまで。次回もまた見てね。バイバイ。